こんにちは、きなこです。今日の話題として、まずは私もびっくりしましたが、昨日ニュースで放送されたカナダのノバスコシア州で起きた銃乱射事件について少しお話ししたいと思います。カナダは日本と同じで一般人は銃を持てない国なので、こういう事件はアメリカのように多くはありません。調べたところ、このような大量銃殺事件がカナダで起こったのは31年ぶりだそうです。今回のはカナダの歴史上最も犠牲者が出た銃乱射事件です。犯人は51歳男性で、銃で何人もパトカーに似た車で移動しながら20人近く殺害したと言われています。今現在合計で19人死亡したと言われていますが、警察はさらに増える可能性もあると言っています。殺害された中には2児の母である警察官もいるようです。犯人はガソリンスタンドで警察官から射殺されたので、動機は分かりません。とても悲しい事件です。この事件ニュースを聞いて、カナダに家族や友人が住んでいるという日本にいる方は心配と思う方が多いと思うので、カナダはどれだけ広い国なのかをお伝えしようと思います。少し安心できるかもしれません。事件のあったノバスコシア州の位置はここ、私が住んでいるバンクーバーはここ、その距離は 6294km あります。そして時差も4時間違います。ちなみに、日本から4時間の時差がある国だとモルディブです。インドが3時間半です。ノバスコシア州からバンクーバーへは飛行機で約8時間ほどかかります。バンクーバーから東京の飛行機時間は約9時間なので、日本まで行くのとあまり変わりません。日本の皆さんがよく知っているナイアガラの滝の近くにあるトロントはここで、ノバスコシア州とは 1794km の距離があって、日本で言えば青森県から長崎県くらいの距離になります。カナダは世界で2番目に広い国です。こんなにも大きいので、カナダに住んでいる家族や知り合いの場所をまず確認してみてください。もしかしたら相当離れているかもしれません。カナダであった事件と言ってすぐに大丈夫と心配するのではなく、カナダはこんなにも大きい国なので、まずは落ち着いてということをお伝えしたかったです。最後に、この大量銃殺事件のことを英語で Mass Shooting と言います。 Mass Shooting、 Mass Shooting。今日はこのような悲しい事件をお伝えしたので、明日は楽しくカナダ弁をお伝えしようと思います。それではまた明日。